2回目の訪問ですけど、はい、前回夜中中鳴り響いてるじゃないですか、ええ、あれ原因って分かりました？原因すいません分からないです。これだけの情報ではまだ分かりません。一つ、うん、まあ、本当に分からない原因と一つとして、うん、この建物自体が新築じゃないですか、うん、ここでしかそういった現象が起きてないっていうことですよ、今、うん、なので、うん、そこの謎がまだ全く分かんないです。ちょっと行ってみましょうか、はい、まあまあ、お久しぶりです。ありがとうございます。入ってくれて、はい、先生、気配は？気配は玄関。と、気になったのがここ、うん、こっちの部屋です。やっぱあの部屋？はい、うん、今日は屋根何に映ってるんですかね。天井のところ どうですか、何か感じるものはありますか？人分散してしまいます。霊が来てある程度障害物となるものがあると、うん、霊ってこういう風に行きやすいんです。はいはいはい。じゃあそこに椅子置かない方がいいですか？はい、今はちょっと今どけましょうか。いいですか？うん、ちょっと座っていただいて。あの後って何か変わったこととかありました？うん、ありました。2週間前にこちらに、はい、まあ、浴室をしてた時に突然あっちのお風呂の方でなんかすごいでかい音、なんかドーン音聞こえて、なんか普通の音ではなくて、で怖くてまあ行かなかったんで、うん、であとは、まあ、お母さん、あの体調悪くて、あのスペイン帰った、でスペイン帰った時に特に問題なくちゃんと寝れたりとか違和感とかなくて、また日本に戻ったらまたいつも通り、朝2時とか3時起きたりとか、うん、入り口でなんか誰か行ったりとか、うん、すごい違和感があったり、あと昨日は、パーティーしました、こちらで。それで4回ぐらいになんかベル鳴ってるのと聞こえた、はい、で最初は私だけしか聞こえなかったけど、うん、その後は他 の男の子も気づいた、まあ、私も今聞こえたとか、うん、でも何か分からないし、ご近所も聞こえないから、うん、ご近所じゃないはず。でもその部屋の中で聞こえた。そうです、そうです、なんかクリーンみたい、うん、そう、うん、この前の、はい、ずっと定点カメラにいろんな音入ってたじゃないですか。変 なんかタイヤの人引きずるような音とか、なんか最後なんか時計とか言ってましたよね。ではさっぱりなんですよね。まあ自爆霊って言ったらそこで終わってしまいますし、うん、ここだけに出るってことも考えると、まあ、辻島が合わないんですよ。霊がついてたまたまここが居心地になったっていうこともありえないですし、うんうんうん、無理やり消すことはできるんですけど、うん、無理やり消してまた同じことがあった時に、また同じ無理やりなことを消しても、うん、
その根本となるものを探ってやっていかないといたちごっこになってしまうので、そこは何が原因か突き止めたいなと思ってます、そうですね、チェキも取りたいですし、僕が例がその見えてるものって、この例に関してはお話をしないんですよ、無言なんですよ。あんなにいつもよく喋ってたりとかするじゃないですか、はい、この前ひもじいとか言ってたのもいたし、興味見えてるものはどうしたのとかって心の中で思ったり してるんですけど、え、今どこにいます？パソコンの後ろと、あとはさっきから2人男性のここにいるんです。どんな感じ、怒ってる感じですか？こう覗いてるだけなんですね。ここ、こちらも。何も話してくれなそうな雰囲気ですし、なんか無表情な感じですか？はい、言葉も返してくれないんですね。霊が話してくれないので、そこで霊から得る接点がないので、結びつく。例えば一個一個紐をほどいていくしかないです。線香を持ってきたので、どの部屋が怪しいか、あ、やってみましょうか。はい、はい、お願いします。まずどこから行きますか？いや、隣の部屋からやっていいですか？はい、よいしょ。エアコンも全て消してついてないです。ライト作ればいい？はい、はい、先生がちょっと説明したいんですが、どういうことが起きるのか。線香を焚いて、煙が当然出るじゃないですか、この煙って自然に考えればこう上に上がると思うんですよ、この部屋に悪いものがいた場合、横に行ったら、下の方に行きます。扉を閉めていただけると、すみません、横に流れてます。閉めてますよね。全部閉めてます。全部閉まってる。上に上がんないですね。っていうことは悪いものがいるよっていう。お坊さんからいただいて教えていただいたものなんですけど、横に流れてますよ。風ないですよね、ここ。ないんです。そっちに流れますね。流れる場所に霊がたまりやすい。霊がいるって意味です。こっちに流れてる。ここでチェキ取ってみます。そうしましょうか。持ってきます。お願いします。あの袋に入ってるので、袋とテーブルの上にフィルムがあります。これおかしいですよね、完全に今閉めてますよね。ここで僕がチェキを取ってる。何もないのにこんな横に行くってことは例と思ったらさ、こんな早く真横に行ってますね。行かないですからね、線香も。二手に分かれるってことか、珍しいんですよね、煙が。ありがとうございます。見えます？煙が二つに分かれる。確かに。はい、でも取れました。
まだそう、まだ今全部こう締め切って、うん、室内で風がないはずなんだけど、あ、上向いた、置いて大事です。はい。いいです。映ってます。これを見る限りでは、ちょっと今日は僕たちだけでやるしかなさそうです。そうですね。ここは特に何もないですね。この線は何の線だ。ここの扉が、この茶色は。茶色はどこですか。茶色の扉がいいですか。ここ電球2つ、ん2つなんてないですよね。どこですか、どこですか。電球、はい、スイッチ、コンセント、スイッチ2つ、ここ2個、これ、あ、これですか。はい、角度的にはここっぽいですね。ここですよね。ここっぽいですよね。ここに電球。電球は1個しかない。電球、あのコンセントですね。はい。茶色、でも茶色扉はここだから、これですよね。これがこれじゃないですか。1個、2個に見える。でも2個に見えますね、これね。これがここですよね。うん。でもそれが2個に、そのコンセントが2個に見える。見えるのと、いやでもそっか、ね、扉がこれだから、こういうことですね。あ、こうなんですかね。うん。よくわからない。向こうでも撮っていいですか。大丈夫ですよ。だって本当にこのバリー物を見つけてお払いをしないと、そうですね、同じことが起こりてしまうので、すいません。でした、寝てて大丈夫、大丈夫です、寝てて大丈夫、ごめんなさい、全然大丈夫だよ、ごめんなさい、考えていいですか、うん、全然寝てて大丈夫だよね。玄関で光ってたのもありましたもんね。消すといいんですかね。あっちの光あるんで消していきますよ。はい。エアコンがあって。はい、出口閉めました。そこ閉めますか。閉めます。閉めますね。いいですね。少し閉めます。
いくつか思い当たる節があるんですけど、はい、ただそれがまだ確信となってないので、はい、あまり言えないんですけど、うん、分かってきた点もあります。もしかしたらこれなのかなって思って。はい、どうぞ。いらっしゃっていいですか。取り替えましょう。ここ取りますね。この玄関ものすごく落としてましたもんね。すごく玄関線香焚きながらだと霊が出やすいんですか。居場所を教えてくれるので、はい、あっちで見ますか。ん、あ、そうしましょう。どうぞ。撮ってる時は何が見えてたんですか。僕は例のを見て撮ってます。一人二人は、はい、ずっといるんで、はい、それを追いながら撮ってます。スイッチに行くとおかしいですね。おかしいですね。おかしいですね。なんで2個映ったんだ。この後スキャンしてみてください。色もこんなに変わるものなんですかね。なんか上の方暗くないですか。はい、あの例の埼玉の時の悪い場所、あとは例がよく集まる場所って写真撮ると暗くなります、はい、ちょっとこれっておかしくないですか。上だけなんでこんな暗いんですか。ちょっと逆にちょっと見させてみて。これ今カメラに向けてしてますけど、なんか上の方がグラデーションがかかったみたいに全部暗いですよね、うん、これも、これも、ここの部分、ここも、ここも、ここも。なんか、この前見たのが、なんかこれはやっぱおかしいですか、先生。おかしいですね、こんなに。まあ、ポライロイドでも電気つけなくてもある程度はっきり映りますからね。そうですね、フラッシュ焚いてましたもんね。こちらで言うとこうなんだ。マークみたいに屋根に線もないですよね。その黒いとこすごい気になりますね。で同時にフラッシュ焚いてるわけだから、そこだけ暗くなるのがわからない。やっぱあの部屋変なんですかね。気配は一番感じます。ここも感じますけど、うん、ここも上です、ね、あ、この前こう覗いてる人いましたよね、はい、今覗いてる人はいないんですけど、はい、気配だけが感じるんですよ。それは悪い感じですか。はい、誰かに見られてる。はい、僕も見えない時ってやっぱり人間ですから、うん、やっぱりあります。集中高めてるんですけど、来てすぐ去って、来てすぐ去ってっていう風に様子を見てる感じなんですよね。なんかそうです。なんかここの霊はなんかあれですよね。様子を見てる人多いですね。すごい警戒をしてるというか霊なのに、うん、でもですね、さっきからちょっとなんか変な雰囲気しません、ね、なんかね、なんかね、なんでしょうね、鳥肌が止まんないですよね。最後にここの部屋だけ残り
3枚あるので、うん、取っていいですか。いいですよ。エアコン取らないといけないんで、取って、リビング少し見ていきますか。はい、遠征でやるんで見ててください。はい、ちょっと今あとでお風呂も見てください。さっきお風呂も変な音したって言ったから、はい、そっちに流れてきますね。そっち、ちょっと上に上がった。面白い例会です。面白い。はい。どんな例ですか。作業着の方です。ここ。椅子があると思うんですけど、椅子の右の隣にその方が来てました。着用番号出たかな。椅子の人は作業着の人とは別ですか。はい、作業着の方です。作業着の人は何してるんですか。作業着の方と、あの大工さん、うん、大工さんの霊もいるっていうのもおかしな話じゃないですか。なんで大工さんなんだ。この箇所って、うん、玄関の右隣だけを取ったんですけど、うん、やっぱ黒くなってしまうんですよね。やっぱそうですよね。なんかその上が黒いのおかしいですよね。一つは一番最初ここの部屋に何かが隠されてるっていう意味です、うん、なんかそうですよね。全部上が暗い。玄関の方は霊が出入りしますけど、うん、相手の何人かが霊がいると、うん、霊って出入りしやすくなるんで、うん、そこはまた別になります。これはさっきの作業員の方。ポラロイドで撮るっていうのは非常に難しいです、うん、0コンマ、まあ、1秒合わないと撮れないですし、ぴったり撮れるときはね、撮れるんですけどね、はい、デジカメだったら簡単に撮れるんですけど、連写もできますし、うん、ただ処理してんじゃないのって言われるのは非常に悔しいです、うん、そうですよね。フィルムってもないんですよね。まだあります。はい。
ありました。確かに。まだ20枚。これで一回今日取り切っちゃいましょう。はい。全然いい。原因がある程度わかります。うん。原因がある程度わかります。はい。ある程度わかってきます。どうしても床を取りたいです。床。はい。床。線香なしで。まず消していいですか。どうぞ。黒ですけど、うん、なんか白いのってあるの、はい、うん、で黒いじゃないですか、はいはいはい、悪いとこって黒くなっていくんですけど、玄関からこういうふうに通って外へ外に行く。でその時にいろんな霊が来るので、うん、この人はまあ自殺なんで、うん、未練もありますので、うん、通る時に霊に対してやめろとか、うん、どいてくれとか、うん、霊同士の会話です、言ってしまえば。